皆さん、こんばんは、ブルです。本日は多賀大社の満灯祭に行ってきました。多賀大社の満灯祭は、毎年8月3日から5日に開催されています。献灯数は約1万灯。19時から21時半まで、ライトアップされています。8月3日の白母、杉坂山、御祭神降臨の地、で御神火祭が行われ、浄化が古式により切り出されます。麓の調べ宮、整宮、神社を経て、御本社に運ばれると、1万灯を超える提灯に明かりが灯されます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。